本酒いけるのか。あ、日本酒いいですか。気に入ったね。あ、本当ですか。うちね、はい、あの家にいい日本酒あるんだよ。今日これ終わった後来るか。お、いいですか。お、お邪魔します。いやいやいや、来たところで何も飲ませないけどね。え、なんでですか。冗談だよ。いや、冗談って本当冗談好きですよね、社長。だからそういうか言った方が長く和むからな。確かに。まあ、でもうちみたいだな、はい、ちっちゃい町工場が、はい、こうやって会社の飲み会なんかできるのは、はい、君たち若い社員のおかげだって思ってるよ。はい、ありがとうございます、うん、本当ありがとう。ありがとうございます。うん、だから来年度からね、はい、君たちの給料を倍にしようと思ってる、はい、本当ですか。ありがとうございます。冗談だよ。何ですか、何ですか、社長。倍にしたら会社潰れちゃうよ。信じるじゃないですか。冗談なんですね。倍になるのは、はい、私の給料だけだよ。何ですか。僕たちが頑張ってさ、なんですか、そんなバカ社長いないよ。冗談ばっかりなんていうんですか。もうとにかく飲めよ。いただきます。はい、今日どうせ割り勘なんだけど。なんでですか。割り勘って会社の飲み会なの。お前普通会社が出すな。おかしいな。割り勘だぞ。割り勘だ。これは冗談じゃないんだ。例えばさ、はいはい、今度の社員旅行、はいはい、どこ行こうかなと思ってるんだよな。社員旅行毎年楽しみしてる。楽しみだよな、はいはいはい、今年ね、思い切ってね、はい、ハワイでも行こうかな。海外ですか。お前めっちゃ冗談じゃないですか。もう期待するじゃないですか。いや、そんなの海外行くのなんだよ。まあ今年は社員旅行なしにしようかな、はい、なんですか。俺本当に社員旅行楽しみ。冗談だよ。どんだけ冗談言うんすか。なんかどこか行きたいとこないのか。あ、私温泉、温泉来たっす。温泉ダメだよ、お前。いや、俺入り墨入ってんだもん。なんでですか。社長の、社のトップだったから入り墨入った。お前、入り墨入ってるぞ。こいつ入り墨入ってるぞ。怖いぞ。しかし、あれだろう。お前、モテるだろ。え、俺ですか。モテるやつ、モテるやつ、モテたことないですよ。ほんと。はい。いや、自分が女だったらすごいいいなって思うもん。え、本当ですか。俺の冗談だよ。なんだっけ。女じゃないんだから、そんな気持ちわかんないよ、お前。期待したしですか。まあ、男だったとしてもいいかなみたいなあるけどもね。男だったとしても。いや、もう冗談だよ、もう。何も考えないで適当に言ってた。そうなんですね。いや、まあ、私は男が好きなもんだからさ。なんでですか。男おかしいでしょ。ちゃんと男好きって、こいつ本物だぞ。職業あるのか。本当に聞いたことないよ。じゃあアルコールフリーは。いや、飲